はいどうも、エテポンゲーです。よろしくお願いします。今日は、海岸に行くんだけれども、その前に、前回クリアした断崖で、モンスターを捕まえに行きます。これが最終調整というか、まあスカウト級の分も兼ねて、捕獲するのと、まあ最終メンバーに近づける、感じですね。でまずなんだけど、まあ順番にやっていこうか。まず C 名だ。こいつがメスなんで、オスのスカルゴンを捕まえに行きます。でオスのスカルゴンなんだけど、まず前回助けたピスカちゃんのお礼をもらいます。はやぶさネイルと、まあ装備品だね。素早さが上がる、素早さ上がる装備品、底上げ武器。別に必要か必要かじゃないかで言ったらそんなに必要じゃない。今はエッチな本が欲しい。エッチな本の方が欲しい。なんでちょっと今この段階で、エッチな本とか、禁断のバイブルとかがちょっと手に入れることが、できないんで、まああの何からくりじゃない、あの小さなパーツをさ、あの集めれてたら購入できるんだけど、ちょっと足りないんで、オスが出るのを願いましょう。でまあ海岸の、生き方が出たと。でまずはこれ、雨ね、雨の日の断崖。の骨のところに行けばね出るんで、セーブ&リセット繰り返しつつ、オスのスカルゴン粘ります。あそこが一番早いかな。ちょっとここら辺でセーブ書いておきます。オススカルゴンで、オスのスカルゴンと悪魔系を配合するとエビルドライブができて、突っ込んできた。でそれをスカウト級に見せます。でその後ね、まだエビルドライブ、スカウト級で使うんでね、そのままこれはテンション上げなきゃいけないんだけど、ちょっと削らなきゃいけないよな。水鉄砲ワンパンできるかな。水鉄砲ワンパンできたときちょっと怖いな、これ。テンション水鉄砲。水鉄砲言うてるけど、鉄砲水だからね。鉄砲水だから、水鉄砲言うとりますけれども。ちょっと残っちゃったな。大丈夫かな。この場合は C メーダー無知ついてるから、タワーに変えて一体ずつ潰していこう。でテンション、はい、スライムタワーってさ、で結構好きなんだよね。なんだろう、このスライムが3匹さ重なってるだけなのにさ、この強キャラ感、なんだろうこいつ、可愛げもあるし、スライム単体だったら本当あの生理的に無理だけど、重なることによってなんかいいよね。はい、100いきました。スカートいきます。オスこい、オスオスオー
まあ 100% は余裕でいきますね。あ、お、来い。オスのスカルゴンを手に入れました。レベル低ない、レベル低ない、何これ、まあまあいいや、まあいいや、うん、まあいいや。はい、とりあえずスカルゴンを、ゲットで、あとまだ捕まえる魔物が、断崖には2匹おります。ちょっと一回セーブしとこう。たまにデータ飛ぶときあるんで、一回裏でやってるとき、思いっきしデータ飛んだんで、セーブはねこまめに行っていきます。イザナイルーラ、で、イザナイルーラで降りたところに、天候が悪い場合、夜だったかな、ちょっと間違えてるかもしれない、夜だったらちょっとテンション下がるな。あ、一匹いたな、一匹いた。あ、こいつ、まあ、まず、一匹がこれ、レッサーデーモン、レッサーデーモン、ドラゴン6でおなじみの、レッサーデーモン。ちょっと数減らすか、数減らそうか。あ、やばい、倒しちゃうかも。あ、大丈夫だ。あー、多分夜っぽいなー。一応ね、ここにダークスライムが出現するんですよ。夜か。で、そのレッサーデーモンとダークスライムを配合することによって、まだ言いません、はい、もうこれが一番お手軽で、強い魔物かなって思ってます、この段階でね。ちょっと夜だったらあれだな、時間潰さなきゃいけないな、夜まで。ラナルーターとかないもんね。あ、出た、テンション100にしてティロるやつ。けど100、けど100だから、よかったな、ブラウニー、許されたぞ、お前、危なかったな、今盛大に煽るところだった、危なかったな。はい、このレね、レ、これとりあえずメス覚えておきます。で、オスのダークスライムを、確保します。なんだけれども、なのだけれど、これちょっと待って、夜まで、あーさっさっさっ、これ氷河魔人ね、氷河魔人逃がして、うん、氷河魔人はめっちゃ優秀で、配合でゴールデンゴーレムを作成する、ことができるんだけれど、今回はちょっとその工程がねだいぶ長いんで、捕獲はしません。夜だな、一回戻るわ。その実況を撮る前にね、これ一回やったんだけど、その時ゴールデンゴーレム作りましたね。ただね、4体配合で、あれ、氷河魔人と溶岩魔人、あとゴーレムとゴールドマンなどなどが必要で、結構ね、で、ホークブリザードと何かで氷河魔人みたいなんで、結構ね、
そう簡単にやすやすとゴールデンゴーレム作らせてくれなかった。じゃあまずは配合をさっきやっちゃおうか。さっき、ああすかすか、ああレベルが低いでござる。てなわけでスカルゴンのレベルを上げてきますと。したはい、レベル上げてきました。でレベル上げ最中にね思い出したんだけど、川白、そう前回ね手に入れましたね。転生の杖を川白に持たせて、川白に疾風突きを覚えさせたいと思います。これはねもうドラクエモンスターズジョーカー2やる上でね絶対にしなきゃいけない、事項の一つ。これねこれだけは絶対にしなきゃいけない。で獣道ね、これで疾風突き、まあ他にも疾風突き覚えれるスキルがあればねそれでいいんだけど、これを覚えます。もう疾風突きだけでいいんだけどね。守備アップ素早さアップつけときましょう。これで OK。カバシラオス、はい、とで、スカルゴンレベル上げてきたんでスカルゴンとシーメイダ、シーメイダここを配合します。そしてできるのがこれエビルドライブね、エビルドライブだからね、ここでシーメイダ使うってことで、今後だから、回復役をここ、エビルドライブの系列点に任していけなきゃいけないから、それを踏まえてね、スキル分けていこうと思います。いいよな、封印の技いいよな。斬撃封じとか、対戦でよく使ったな。まあ、水ゲーもね、まあ潮時かなとは思うんだけど、潮時か。ただここちょっとかぶっちゃうんだよね。で次、海岸だし、オセアノン戦なんで、鉄砲水とかももう使わなくなるっていうのは間違いなく。それは間違いなく。そして何より、その、シーメイダの、コツがね、関係なかった水芸に関するコツは関係なかった。ここいらで切っとくか。ただ他につけるやつがね、まあまあけど、つか、ちょっと待って、考えさせて。この後ね、補助特技を覚えさせなきゃいけない。スカウト級があって、それにエビルドライブ使うから、やっぱり回復、HP 回復と素早さアップ、これだけは、取っておこう。で、もう一個は確実に消すんで、まあまあまあ、水毛入れとくか、とりあえず振ってあるしね、30。とりあえずね、エビ、はい、エビルドライブ、よし。じゃあちょっとこれで夜になるのを待とうかな。夜待ちなのだけれど、まずスカウト級行くか。スカウト級行ってレベル上げしながら、夜の帳がね降りるの待とうかなって思います。あ、いいや、レベル上げしてから闘技場、どうせまた後で来るんで。スケだ、そうだね、じゃあ一回レベルアップ
してきます。とう。よし、こっちかな。いた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 、いました。オスをね、捕獲します。こいつがまたね、いい配合素材なんですわ。いい配合素材なんですわ、こいつが。あ、ちょっと待って、こいつ悪口なかったっけ。ちょっと待ってくれ。まあ一回数減らす。一回数減らして、悪口あったら相当しんどいかな。それこそ運ゲーになりかねません、これ。いや、悪口？この時代って悪口あんの？逆に。ドルクマ。あるー、悪口あるー。だからこういう時のためにもね、バイキルトっていうのはあった方がいいよね。バイキルトもね、そのスカウトには影響するんで、まあ一段階上げてスカウト行こう。これはもう仕方ねえ。10、15、20じゃ、ノブ。20なんじゃ、いけるんじゃ、ノブ。ノブ。回り込まれるんじゃ、ノブ。ノブ。メダルチケットもらった、ラッキー、ラッキー。まあまあまあ、ちょっとこれ仕方ないんで、まあ今回もうこいつ捕まえて配合するって決めてるんじゃ。なのでちょっと粘ります。不意をつきたい。不意を、頼む。メスじゃ、メスじゃ。まあまあ、これはもうね、仕方ない。これは仕方ない。これは仕方ないな。なんでレッサーデーモン一回逃がしてオスを捕まえます。よしと。はい、ゲットしました。2回目、いや3回目で、入手しました。これで、配合に向かいます。はい、戻ってきました。ダークスライムとレッサーデーモンはよろしくないかもしれない。うん、効率的に考えてよくないな。まずダークスライムが悪口使ってくるんで、どうせもテンション上げてからのスカウトっていうのができない。一段階で、火力出して捕まえなきゃならなくなるから、頑張っても 20%、 まあ 30% 攻撃力高い魔物連れてきてもね。んで、レッサーデーモンに関しては、氷河魔人と一緒に出てきて、なおかつレッサーデーモンがね、眩しい光使ってきて、プラス氷河魔人がね、眠らしてくる。あと惑いの息もレッサーデーモンが撃ってくるんで、結構捕まえるのが厄介かもしれない。一応ね、こっちのパーティーに光の波動を持ってるそのスライムタワーおるから、スライムタワーさえね、混乱とか眠らなかったらなんとかなるんだけど、その点を考えるとよろしくないね。よろしくない。今後、走るとしたら作らないね。まあ今回はね、もう最初に作るって決めてたんでね、作りますが、
こちらダークデーモンも、まあけどその苦労した回はあるよね。やっぱこいつを作れるっていうのは苦労するだけの価値はあるんだけど、やっぱ悪口のテンション上げれないっていうのがやっぱ一番でかいね。うん、それでダークスライムが本当の運ゲーになってたんで、 20% のそれ考えるとなしだな。効率プレイでいうところのなしですね。まあはい、作りましょう。作ります。で、こいつはアークデーモンなんだけど、イオ系のコツとイオブレイク持ってるんで、イオがバカ効くようになる。イオがなおかつそのコツ持ってるんで、ブレイクで火力アップで、コツであの消費 MP が減るんで、なあ地獄もいいよな、地獄いいよな、地獄いいよな、ワンチャンあるよな地獄って。まあ地獄今回はなしだったら、賢さと素早さをつけます。はい、いいね。後半の魔物って感じがするよね、アークデーモンって。後半の魔物、はい、こんな感じかな。とりあえず海岸に行くメンバーで言ったら、板を一回下げて、んで、こいつはあの見せるんで、なんでこういう感じにしとくかな。うん、レベル上げてね。まあ一応ね、水芸使わないとは言ったものの、鉄砲水は打てるようにしときました。うん、15を振るだけでね、とりあえず打てる感じなんで、感じだったんで、はい、打てるようにしておきました。だからこうかな。けどね、スカウト要員とで、カバシラでメタル狩りできて、アークデーモンで火力出して、回復役がいて、で補助要員もいる。完璧ですね。こんな感じです、とりあえず海岸のメンバーは。なので、一回レベル上げて、メタルチケットね、ダークスライム倒した時も手に入れたし、もう一枚持ってるんで、今2枚あるかな。メタルチケット2枚あるんで1枚使って、てか禁断のバイブルいつ手に入れた俺。2枚あるんで、あの1枚使ってレベル上げして、んで海岸に行く前に闘技場寄って、スカウト級やって、で闘技場もちょっとやろうかなって考えてます、この段階で。できれば、うん、できたら闘技場も倒せるとこまで倒す、その、終わってから海岸に向かおうと思います。はい、ちょっと今回はね、配合回になりましたが、はい、では、ご視聴ありがとうございました。